お元気ですか、ボクシミです。今回は日本プロ野球 OB クラブオフィシャルカード表彰された男たちの開封動画でございます。こちらは完全限定生産となっております。それでは早速開封していきたいと思います。それではね、早速開封していきたいと思います。まずはですね、長嶋茂雄選手でございます。で、中畑清選手でございます。で、元ね、あの横浜の監督でもいらっしゃいました。で、続きまして、原辰徳前監督でございます。で、桑田真澄投手、現在はね、コーチをなさっております。で、高橋久典投手でございます。続きましてですね、ちょっとごめんなさいね、今ですね、ちょっとね、手袋してるのでね、多少取ると思いますけどね、ご了承ください。真由美明信、選手でございます。元ね、あの監督でもいらっしゃいました。で、和田豊、内野手でございます。こちらもね、監督経験がございます。で、金本智明、内野手です、あ、ごめんなさい、外野手でございます。こちらもね、監督経験ございます。続きましてですね、山本昌投手でございます。立浪和義現監督でいらっしゃいますね。続きましてですね、川上健進投手でございます。中村典弘、内野手でございます。続きましてですね、高木、豊内野手でございます。現在はね、あの YouTuber さんでございます。で、息子さんはね、J リーガーでございます。谷重元信捕手でございます。中日の監督ね、経験もございます。続きましてですね、高橋義彦、内野手でございます。で、辰川光雄捕手でございます。監督経験がございます。で、西山修司、捕手でございます。で、加藤真一、投手でございます。で、黒田博樹投手でございます。で、続きましてですね、古田、あ、失礼しました、八重樫、幸男、捕手でございます。失礼いたしました。で、これは柳田浩一外野手でございます。続きましてですね、宮本慎也内野手でございます。現在ね、あの YouTuber もやっております。で、続きましてですね、元西篤弘、外野手でございます。で、少々ごめんなさいね、今とかね、手袋っていうのでね、取りにくいと思いますが、ご了承ください。で、高田誠、捕手でございます。はい、こちらでございます。で、オリックスのこれは大島浩一内野手でございます。で、続きましてね、秋山浩二外野手でございます。監督経験もございます。で、工藤公康投手、この方もね、監督経験がございます。宮地克彦外野手でございます。で、田村仁志外野手でございます。で、続きますね、江夏豊投手でございます。森本ひとり外野手でございます。で、堀光一内野手でございます。
で、里崎智也星でございます。現在はね、あの、YouTuber さんでございます。で、田淵光一、内野手でございます。で、渡辺久信、投手でございます。で、監督経験もございます。和田和弘、内野手でございます。で、梨田正隆、保守でございます。監督経験がございます。小野和義投手でございます。で、山崎武史内野手でございます。で、最後は哲平外野手でございます。はい。以上で、日本プロ野球 OB クラブオフィシャルカード表彰された男たちでございます。こちらはですね、実はこれ見本でございましてですね、直筆サインカードはね、用意されておりますので、ご了承ください。ちなみにですね、このね、限定商品なんですが、この番号がですね、0000なんですよね。こういうのもね、結構貴重ではないかと思います。で、これでね、一旦はね、プロ野球カードとかね、終わりますが、またね、ちょっと興味のある、面白いのが見つかりましたら、注文して、また開封動画として上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、皆様に一つねご報告がございまして、この度ですね、僕の趣味チャンネルは、2000人を突破することができました。皆様本当にありがとうございます。この場を借りて熱く御礼を申し上げます。で、金曜日のライブの時にはちょっとね、なんかのね、説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。